ハンクジョー・ブレイロックはアメリカ合衆国カリフォルニア州サンディエゴ出身の元プロ野球選手。右投げ左打ち。2002年、レンジャーズで周囲の期待を背負ってメジャーデビュー。しかし、重圧に負けてしまい散々な成績に終わる。2003年、前年の不振によって周囲から評価を下げられたことがいい方向へ作用。打率3割29本塁が。 90打点の好成績を記録する。この年は二類手としても4試合プレーした。2004年、弾丸ライナーのような本類打はマスコミからソニックスラムと呼ばれるようになる。しかし、シーズン後半はそのソニックスラムを狙いすぎるようになり、バッティングが崩れる。それでも32本類が110打点の成績を残した。2005年は主に4番。 三塁手として出場し、自己最多の161試合に出場。打率こそ、263と平凡な数字に終わったものの、3年、連続25本塁打、&90 打点以上となる25本塁打、92打点を記録。しかし、シーズン終盤に失速し、残り50試合でわずか2本塁打しか放つことが、できなかった。また、大佐湾の打率。 196と来季以降の課題も残った。2006年は7月以降は右肩痛に苦しみ、最後の12試合は指名打者として出場し、主力打者としての務めを果たした。そして最終戦の翌日には故障箇所の手術を行った。そのため実質メジャー4年目で本類打打点ともに自己最低の成績であった。2007年は 前年の不審、手術からの完全復調が望まれたものの、腕の神経障害を患い、5から9月までの長期離脱を余儀なくされた。復帰後は19試合に出場し、5本類が17打点と復調した。しかし、シーズントータルではわずか58試合の出場に終わり、レギュラーに定着した2003年以来継続していた143試合出場を4年連続で止まってしまった。 また、同年オフの2008年3月3日に、夫人と息子を乗せた SUV が、キャンプ地の近くで追突され、家族は無事だったものの、ブレイロック自身は首を痛めるというアクシデントに、見舞われた。2010年5月15日、マイナー選手プラス金銭トレードで、タンパベイレーズへ移籍した。レーズでは26試合に出場し、打率25類、254.1本塁が、 7打点という成績だった。コンパクトで鋭いスイングをするが、強振しすぎることも多い。弱点が多く、特に外角に逃げていく球と高め、左投手が苦手で、選球眼には改善の余地がある。走塁は平均以下。守備は第一歩も早く守備範囲も平均よりは上で、肩も強く送球も正確だが、投げるまでに間があるのが難点。 打席に入る際にかかる曲は、ニッケルバックのアニマルズである。3歳年下の弟ジェイクは現在、フィラデルフィアフィリーズ参加に所属するガイア種、外野手、三塁手である。ありがとうございます。